白子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。本日もお仕事の時間がやってまいりました。やってまいりましたね。兵庫県来ましたね。来ましたね。勢い余って、勢い余ってめちゃくちゃ運転してきましたね。そうだね、もう10時間以上ちょっと運転しちゃったね。その九州も一回下に下ったもんな。あ、そうですね、一回九州下って、まあ、別のチャンネルの撮影とかをしながら移動してたら、その日テンション上がっちゃって10時間ぐらい移動して兵庫県までぶっ飛んできてしまいましたぶっ飛んできちゃいました。ということで、今回調査していただきたい場所なんですけれども、こちらは僕がですね、世界一二度と来たくない廃結婚式場 K になります。これでしょ。はい、この横のやつです。珍しいよね、ちゃん君がここまでついてくるっていうのも。そうですね、ちょっと僕も言ってしまった手前ちょっと心配になってしまいまして、うん、まあこの事件は俺知ってるけど皆さん知らないんじゃない。そうですね、僕の話ちょっと知らないと思うんでご説明させていただくんですけど、独自のチャンネルを開設したての頃に心霊スポットに行くという企画を行った際にですね、撮影の時に、まあ、機材トラブルなどがあったんですよ。でその帰りにそのまま正面衝突の交通事故に遭ってしまいまして、僕はそのまま入院してしまってですね、今でもこの右腕に消えない傷跡っていうのが残ってて、すごいよね、グロいわけじゃないけど、こっからこの辺までずっともう縫った跡が、そうですね、ある感じの大きな事故なんですけど、はい、その後お祓いも兼ねて霊能者の方にご相談させていた際にですね、不安になったんだ。それ初めて聞くよ俺。はい、今僕になんかうーっつって言いましたね。今人だったよね。今人の声聞こえましたね。うーっていう声聞こえました。当時の僕に、今は分からないんですけど、弱い霊、もっと分かりやすく説明すると雑魚の霊が、何雑魚の霊って、その雑魚の霊をたくさん引き連れた女性の幽霊のボス、ボス、女性のボス幽霊が僕のことを気に入って付きまとっている。へえ。でいたずらしてやろうというふうになってると。今後今回と全く同じような事故がもう一度起きるって言われたんですよ。僕それ以来ちょっともう車運転できなくなってしまってです。そうだね、まあちょっとイップスみたいになってるよね。これだけだったらまだあれなんですけど、いただいた DM の中で、廃結婚式場に来られたリスナーさんが心霊スポットに行った後にですね、友人が亡くなってしまったらしいんですよ。ここ行ったと。そうです、ここに行った数日後にですね亡くなられたみたいです。っていうのもあって、まあ、ちょっと今回心配になって、まあ、近くまで来たという次第でございます。これといってさ、その幽霊が出るとか幽霊の目撃とか映像が残ってるみたいなっていうのはないんだよね。ないです。でもですね、まあ、実際に僕が相談させていただいた霊能者さんもそうだったんですけれども、以前にその甲斐木の間さんの蘇生の際にも体調が悪くなってしまったっていう事例もあるので、なんか見えない幽霊がいるんじゃないかと。それは撮影できるんですか。撮影はできます。撮れる。撮れます。あとちょっと話変わるんですけど、なんか白子さん T シャツダサくないですか。なんか色、なんで緑なんですか。目にいいじゃん確かに目にはいいっすよ。広い空に何を感じ、雨も憂鬱と寝ぬイメージできない、誰も知らない。ちゃんと言ってくる。はい、そしたら白子さん、これ念のためなんですけど、これ持っていてください。トランシーバー。トランシーバーです。何かあったら連絡ください、うん、僕警察に通報しとくんで。俺が来いよ駐車場で待ってて。わかりました、行ってくるよ。気をつけてください。はい、それでは中の方入っていきたいと思います。まあ今回ね、言われてる現象が、まあ行くと実害が起こるっていう場所なんで、まあ、そういった意味ではそのたたりとかそういったものを連想してしまうけど、実際にいるって話だもんね。だから今日撮れるかどうかっていうのは、俺のない霊感だよりとかそういうことになるのかな。めちゃくちゃ広いな。女子トイレいつも怒られるんで男子トイレだけ見ときますか。マジバイオハザードなんだけど。まあでもね、心霊スポット来て毎回思うんだけど、トイレってさ、ほぼ何にもないよね。うん、学校とかだったらさ、そのトイレで心霊現象がとか花子さんがとか
そういった話があるんだけど、どうしてこういう宿泊施設になるとトイレっていうところで何か物事が起きたりしないんだろう。道がたくさんあって行く方向迷うね。まあ、大きな心霊スポットということで、一応ね、何の幽霊とかは報告はないんですが、まあ、足音だったり人の気配っていうのは当然のように報告が上がってます。なのでこういった音が鳴るっていうのは、まあ、想定はされてるんだけど、実際にそれが幽霊なのかそれとも自然現象なのか。これとかキノコが生えてるタバコだ。ラブ&ラビングユー、ラビングユーカードってなんだよ。うん、今んとこ結構静かだよね。一応情報がねないということだったんで、いろんなその情報源を漁ってみたんですよ。まあ、そしたらね、ここどうやら地下があるらしくて、地下、そして一番やばいのが2階とされてるみたいです。ただここに来る途中の車の中で、まあ、チャン君から聞いた情報だと、まあ、チャン君がかつてこちらの方を徘徊してる時に炊事場みたいなところ、多分ここだと思うんだけど、で食器がガチャンと動くような音がしたらしいです。まあいるんだとしたらやっぱりそういういたずら好きなのかな。いっぱいいるってことだから、どうしてここにそんなにたくさんの幽霊が集まるのかっていう、そういうなんか事情というか、そういうのを見つけられたらいいよね。食器の数はやっぱり元結婚式場だっていうことだから、まあ多いのはわかる。こっちは多分受付かな。でこれがさらに奥か。まあここら辺はもう一般人のお客さんが入ってこれるような場所じゃないもんね。前例があるからやっぱ冷蔵庫開けるの怖いよな。ちゃんとした冷蔵庫だ。怖いな。もうゲーム俺大好きだからさ。リッカーとか出てきそう。ここは、倉庫の通りかな。多分バックヤード。でこれが外につながる道か。これ何？お酒のやつか。まあ一見ちょっとなんか神に備える的なやつに見えなくもないけど、まあ、かなり多分縁起のいいものなんだろうね。おぉ、ちょっと待って。おぉ、ちょっと待って。床やばいわ。どうなってる？あ、やばい。1メートル下までこれ落ちるぞ。いや、見たいけど危ないな、これ。ちょっとだけ行きますか。うわ。なんか、俺が立ってるところじゃないところが、ミシッつってる。感じになってると、ちょっとこれ危険なんで、どこが終わってるか分かんないんで、ここはちょっと戻りましょう。事務室か。コーヒーチケットとかが大量に置いてあるけど、元はおそらく重ねてたものだろうね。うん、こういう食事券とかもそうだと思う。なんだ、雰囲気のある中庭を作ってたんだろうけど、やっぱりこうやって古くなっちゃうと怖く見えるな。
ああ。なんか石みたいになってるわ。書類関係は、見れるものと見れないものがありそう。これは帳簿？なんか貸してたのかな？貸したお金の方がたっぷりあるような感じがする。1、10、100、1000万、10万、100万。100万円単位でお金をなんか貸してたみたいだね。池もあるんだ。うわ、あのビデオとかさ、ホラー感醸し出してるわ。やっぱリングとか、そういう映画が作り出した、その妄想の方向ってやっぱすごいよね。ビデオって見ると、呪われてる、みたいな。何これ。写真か。写真のフィルムですね。ただちょっと色褪せすぎてわかんない。黄色と赤みたいな。もうその2色しか残ってない。あ、ここにもある。え、これ真っ赤なの？紫色？これはなんか劣化でなるもんなんかな。うわ、これもそうだね。見れない。もしかしたら写真とかもこうやって探していくと残ってたりするのかも。今回ですね、幽霊を探しに来てるので、まあ、幽霊につながる写真とかがこういうとこで見つかればいいんだけどね。手がかりはあるのか。うん、待って、何なのか分かんないわ。この写真についてはでかい、なんかウイルスを取ったみたいな、そういう柄に見えるね。これもそうかな。わからない。思ったよりもやっぱりその大通りに面してるからか、まあ、車の通りが多いね。まあ、当然今日撮影に来たタイミングが週末だっていうのもあると思うんですけど、もう書類を一個一個見ていく気にもならないくらい書類が落ちてるって言ったけど、これはなんだ。やばそうな方に定点を置いてもう一つ見に行こうか。多分そうだろうなっていうふうには思ってたけど、こういうところの手がかりはまずなさそうだね。なんかこれはここで心霊現象が起きる原因になったと思われるもの、うん、ないな。よし、まず音鳴ったんで2階からにしよう。ちょっともう踏ん切りがついた。びっくりした。これは何？うまいけど元から元からあった絵、それともいたずらで描いた絵なのか。なんか向こう側のこれ2階だね。2階のあの辺から壁叩くような音したね。怖いですね。あっちには行けないのかな。こっち行ってみるか。大人った方行ってみよう。
え、ちょ待って、はい、聞こえます？あ、聞こえます、うん、今は白子さん2階からは叫びませんでした？なんか大声で叫んだ？叫んでないです。え、叫んでないですか？うわーって言ってないですか？言ってないよ。怖いんで静かにしてください。誰も叫んでねえよ。ここも怖いけど、遅なった方行こうか。何かがいる気配はするね、この2階。完全に。書類か。まあ、書類関係も多分見たい人いると思うけど、物量が多すぎるから、尺がバカ長くなってしまう。まあ今だからこそ、こうやって不気味な感じになってしまってるんだけど、本来この結婚式の、ちょっと静かにするね。本来これ結婚式場っていうのは、僕も去年僕の弟が結婚して幸せに感じる。鳥肌が立った。これ何ここ、そういう場所だと思うんだけど、ここに幽霊が集まる理由って何？こっちも気になるけど、一番これが気になるよな。クジャク。広いね。わあ、これ床大丈夫か。あ、ここはかなり床しっかりしてる。でかいのなんだろう。あ、なんかここからは。材質変わってる。裏は森なんだ。ただこう窓から何かを投げ捨てたみたいなのがちょろちょろあるけど、比較的綺麗だよね。これは何に使ったんだろう。信じろって言うもんな。ちょっとここ定点候補にしましょうか。これなんだ。女の人がなんか飲んでる写真か。
結婚式の最中。やっぱりなんか鳴ってるよ。なんか揺れてる。なんだ。誰かいらっしゃいますか？こんな感じの音じゃなかった。ダメだ、やっぱ早歩きするとびっくりする、城とかに。よし、あそこは停電か。ということで、僕今から地下に行くんで、初代豆柴くんと、さっきなんか音の反応があったように見えるこの写真2つをあのテーブルに置いて停電カメラやっていきたいと思います。頼んだよ。スザクのこの横道も見とこう。この辺一帯がやばいのかな。これはなんだ。うん、なんかやっぱ結婚式場だから理由のない部屋があまりないよね。なんか比較的まあ汚いんですよ、めちゃくちゃ汚いんだけど、不思議な場所がない。こことかも多分メイクルームだよね。控え室とか。そんな感じはする。不思議な音は鳴ってるけど、怨念うごめくみたいな。そういったのが今感じてないよ。誰か喋りました？少し奥も、軽く見ておきましょう。これ広いから見落としがあると多分後々めんどくさい感じになる。大体ですね、こういう場所って一個だけやばい部屋がある印象があるんだよね。で、そういう部屋にお札が貼ってあるっていうのはよくある話なんで、そういうのがないか重点的に見ましょうね。大体見えないところにあるって言われてるけど、この上とかはなさそうだね。この先に地下があるっぽいので進んでいきたいと思います。今のところ2階最有力だけど、霊能者の見解では地下に溜まっているということなんでね。こっから下れるのか。うわー、あるわ。ああ、これさっきのあれだ。危なかった道をまっすぐ来たら、そのまま地下の方向に進めるんだ。
が汚水処理施設制御。あれなんだ。うわあ、これ鉄が腐ってんのか。この上は歩けねえな。ん？コンクリートも終わってんな。外回ろうか。これが地下ってことじゃないでしょ。水が溜まってるとかじゃなくて、これは貯水タンクかなんかだよね。ちょっと深すぎてそこが見えないけど、落ちたらまず上がってこれない。しかもなんか電気がこう水の中にポチャンってなってるけど、これ大丈夫なんかな。まあ動いてないからいいんだろうけど、こんなウェディングケーキなんじゃないのこれ。で、これこっちはさっきの厨房の方に戻る道か。地下にはどうやって行くんだ。あそこに階段がある。でもその前にちょっとこの辺見ていきましょうか。多分ね、多分なんだけど、ここは恐らく寮だよね。ここで多分働いていた人たちの寮。シャワーかな、ガスか。お風呂はなさそう。 あるね。トイレか。じゃあお風呂は多分共用だったんだ。落ちてるものとかを見ると、何これ、実験用のなんか理科室で見るようなやつも落ちてるね。ちょっといつのものかも分かりづらい。アユと黒柳徹子、新旧ファッションリーダー。アユの時代ってことは、まあ平成初期から2000年になるまでかな。1990年代、俺がまだ小学校とかその辺の時代まで、ここで誰かが働いて活動してたことになるね。なんか雰囲気が違うってところが、広いな。箇所だけありました。大部屋かな。なんかこう複数人が居住するスペースかな。男子トイレがあって、すごく狭く感じるけど、家として見たときはめちゃくちゃ広いよね。小さい時間6畳、6畳が3つで、これリビングだとしたら 3DK、 LDK あるかな、ギリ LDK ぐらいの、 3LDK ぐらいの間取りある。でお風呂もここは完備だね。なんか待遇のいい人でも住んでたのかな。地下に行く道特殊すぎるでしょ。
分普通はエレベーターで行くんだよね。よいしょ。ああ、なんか地下になったらさ、分かる人は分かるかもしれない。なんかラブホ感出たね。給湯器ボイラー、温水ボイラー、ボイラー室だね。ここはね、なんか油臭い、ものすごくオイルとかそういった感じの匂いがしますね。これかな、あ、これだ。ここにオイルが溜まってるんで、これが、まあ、オイルの匂いさせてんだろうね。ちょっと床やばそうなんで、スルーしようか。地下はどこまで落ちるか分かんないからね。ここも厨房か？いや、違うね。なんだろう。新鮮ダクト。空気を循環させるなんかかな。で、あれが外への出口。ああ、なるほど。バーがあるんだね。地下にはお酒を飲むバーがあって、でもバーって言ってもなんか、ボイラー室？どなたかいらっしゃいます？バーというよりスナックに見える。そういう感じの場所ですね。外から音があったりするのかな。でも鳴るような感じしないね。鳴るね。森か。こっからも2階に戻れるんだ。いろんなところからこの地下に来れたんだね。気持ち悪くなってきた。まあでも多分地下見る限りだとそんなに広くないんですよ。多分この手前の2部屋で終わりだよね。こことここと、なんだこれ。もし持ち主いたら分かりやすいように劣化しないようにしたいな。幽霊が映ってるとこないでしょ。誰か歩いてない今。ちょっと待って、チェキ待ってて。結構新しいチェキだったな。最近か、今年中のチェキだな。会期の間のさ、テイソー先生がさ、地下にたくさんの霊がいるってそういう風に言ってたんですよ。一緒にあのコラボさせてもらってマジで全部当てられちゃったから、
結構参考にしちゃってんだよね。これで多分劣化しない。持ち主の方見てたら取りに来てください。お風呂か、大浴場だ。浴室はね、俺の中で結構こう五分五分感あるよ。ほらね、こんばんは。こっちは男子風呂ですか？女子風呂ですか？友達作戦失敗した。なんか走ってる？なんかパンパンパンってスリッパみたいなので走ろうとしたな、今。こんなとこスリッパできたら危ないぞ。豆芝が心配になってきたな。俺ね、なんか映ってると思う。今回上の定点。もしここで幽霊を撮影しようと思ったら、定点カメラが10個20個いるな。生きてる？よし、そしたらじゃあ定点を確認して終了といたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何のラグな今の。白子さん大丈夫でした？なんかね、見てる人多分感じてると思うけど、チャン君がさ、外で待ってくれてるっていう安堵感のせいか、普通にフラッと回れた。あ、そうなんすね。だけどいるはいるような感じはするね。怖くないというか、コンとかトントントン、ガタガタガタみたいな感じの音、まあ要は心霊スポット特有の音なんだけど、その数も別に多くないんですよ。でよくわかるチェキとかも落ちてたりとか、よく誰かが来てるんだろうなっていう、その人の気配っていうのは感じるけど、幽霊のこうやばい逃げないとみたいな、ああいう感じはあまりしなかったかもしれない。だからもしかしたらよ、今日の撮影もさ、俺たちが来る前に一組いらっしゃったじゃないですか、っていうのを考えると、もう持ち帰ってる可能性もあるよね、もうすでに。あー、幽霊を。わからんけど、もしそのチャン君みたいにね、事故に遭わせるとか、なんか何かしらこう取り付いてやろうって思ってる人たちがね、人たちっていうか、まあ幽霊たちがいたとしたら、ついていってるわけじゃないですか。お持ち帰りが済んだ後なのかもしれない。これはもうちょっと本当コメント欄とかで見てみないと分かんないけど、あとはもう定点カメラチェックしてもらって、どういう風なものになったのかっていうところで、まあ判断したいんですけど、今日の僕のこの感じでは恐怖レベルは 2.1。 白子でお願いします。雰囲気は抜群です。雰囲気は抜群だけど、そんなに怖くはないかなっていう、そんな感じでしたね。なんか心霊スポットってさ、行くとなんかこう心臓こう締め付けられるような感じするじゃん、グーって。あーやばい、あー前に行きたくない、前に行きたくないみたいな、それがあんまり強くない、そういう場所です。あ、そんな感じの場所だと皆さん思っていただけたらいいかなと思いますが、実例というか実害多い場所ですので、まああまり来ない方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。気をつけて帰ろう。白子さん、この後が一番の問題ですから、この後の移動が。そう、
Just do it, just do it, just do it.